はい、どうもー、はい、タロー選手ご飯の時間ですよ。今日はですね、こちらでございます。はい、温めました。久しぶりに温めたスーパー作戦、よくわからない。そんなこと、そんなの普通か。木島はほとんどいつも温めないんですけれども、久しぶりに温めたスーパー作戦、唐揚げと明太子の弁当とちくわのやつです。あ、出す、ちくわは、あー、出来上がってきた。チーズが入ってるちくわだそうです。そしてミスター健康木島ですから、こちらでいきます。これはもうね、唐揚げと食べたら最高でしょ。そして本日こちらでございます。こんなね、飲んじゃいかんと思うんだけどね、体を思うオールフリー内臓脂肪を減らすやつです。これ食べたらもう全部栄養価が、まあ、えい、カッパーイカッパーイカッパーイです。カロリーゼロに本当になっちゃってどうしようかとちょっと心配なんですけどね。これと一緒に食べたら、飲んで食べたら。野菜からいきます。せっかく摂取しておる栄養も台無しになっちゃうんじゃないかと、そういうことで心配してるんですけど、もう一杯あります。今日飲みたくなっちゃった、これが。あんまり量飲まなくなったからお酒飲むんで、なんかこう変な感じになったり、その後の作業のはかどりもやっぱ違うし、もしじゃ次の日のこと、まあそこまであれだけど、トータルで考えるともうこっちでしょと、どう考えてもこっちでしょと、もしくはこっちの炭酸レモン水割り、炭酸水レモン割り、あれ最高。ただもう今氷出してやったりとかするのもあれだし、もう買ってきちゃおうと。今日はこっち、まあ体がね、アルコールを摂取しなさいと求めてる時は飲みますよ。求めてる時はそうじゃない日は無理して、うん、うん、トマト美味しい。どっか外出てね、久しぶりに会う仲間と飲もうかさ、時それじゃ飲むないけどね、きっとね。まあそういう機会は最近はもうないですから、なかなかないからさ、あれですけど、うん、あごめん、どんどん食べちゃうね、ついつい。これはこういうのと食べたら本当に美味しいから残さなきゃいけないんだけど、うん、うん、ついつい食べちゃうんだな。野菜からだ、野菜ファースト、野菜ファーストって言いますけど、なぜ上に野菜ファーストっていうのかさっぱり分かってない。中には肉から食べろ、肉から食べろ、肉ファースト、肉ファーストだと。うん、違うよと、米からパンから炭水化物ファーストでいきなさいよ。世の中にはいろんな、うん、いや本当美味しいわ、いろんなね、
軒家考え施設があって僕はさっぱり分かりません。何が正解なのか僕はさっぱり分かりません。でもいいんじゃないですか。食べたいのから先に食べます。唐揚げです。唐揚げ美味しいね。いいね。久しぶりに唐揚げ体感もせんといかんのよ。確かにやりたいのよ。なかなかその一歩が踏み出せないでいます。まあ作るとなったらごめんなさい、大量に行くでしょうしね。冷凍庫の中にスライドした子たちがたくさんいるし、まだそれ一回きれいにしてからがいいなってのもあるし、でっかい豚肉煮たやつ、炊いたやつ作ろうと思って豚肉もあるんですよ。豚バラが、ああ2目これです。豚バラがあるんですよ。それも登場してないし、乾杯乾杯。順番決めんでやってるもんですから、いつもずっとちくわです。あーいいね、遅い。ごめんなさい、興奮しちゃいました。これ美味しい。おかずにもいいけどこれはおつまみに最高じゃないかじゃん。これあ相当いいな。ごめんなさいね、体が。いいな。ちょっと待って、ご飯に明太子があるとさ、もうこれだけでこれ全部いっちゃうじゃないですか。海苔だけでも強力なのに明太子まで乗ってると、油断したらこれだけでこれ全部いっちゃうからね。ちょっと考えてやらなきゃいけないです。強い。いや久しぶりだ、明太子。美味しいな。ちくわ最高。車借りて行こうか、サミット。
日本地区はまだやってますか、サミットは。サミットさんっつったらエンジンブレーってまた怒られるから。やってるかな、あるかな、あのでっかいアジュフライあるかな、まだ。でもレンタカー借りてさ、スーパーの弁当お惣菜食べるためだけにレンタカー借りていくっちゅうのもおかしな話じゃないですか。おかしな話ではないけど、ないけか、ないけどね、おかしな話ではないか。まあ人にはそれぞれ事情があって、目的はねバラバラでしょうから、生きる。またはその行為をする目的は、同じ方向にね向かって自転車こいでる人がいたって、出勤してる人もいれば、自宅に帰ってる人もいれば、じゃあ同じ方向って言ったのに全然違うことした。出勤してる人もいれば、自宅に帰ってる人もいれば、里帰りしてる人もいれば、仕事中、買い物、いろんな人がいる。何の目的もない人もだって人だっているでしょ。ただ自転車を漕いでるだけだな。中学生の時の担任の先生に、言われたもんですよ。面談で。一人一人なんか話をしていくやつだったな。夢はないのか、目標はないのかみたいな話だったかな。それで、いや特にもうそういう話したら長くなるから、それが面倒くさくてだったんだけど、早く終わらせて早く帰りたくて、特にないですね特にないですねって言ったら、基準お前なと、お前はな、それはなと、何も目的もなく、目標地点ゴールもなく、ただ自転車をずっと漕いで回ってるようなもんだぞと、そういう人生だぞと、何かあそこに行こうとかこれやろうってのがあるから自転車漕いで行けるんだ何もそれがないと、ただひたすら何の目的も何も目標も何もなく自転車をずっと漕いでるってのは大変だぞと、お前の人生はそういう人生だと言われたことがあります。中2かな、あの時は確か中2だね。いやすっごい面白くてねその話が、ああそれは言えて妙だなというか、うん、ちょっと違うか。まあ面白いなと。ただその様というか人生というかを想像した時に、あまりにも滑稽で面白いっていうのと、いやその人生もなかなか面白そうじゃないかと思ったりしたりと、そういう複雑に絡み合って
めちゃめちゃ面白くて大爆笑したのを覚えてますね。で面白かったって言ったらその話をしたら、その後にまだ回っていた同級生の動画にも登場してますよ、マサトが全く同じされた話されたっつって、確かマサトだったな、うん、それ終わって出てきて大爆笑殺、懐かしいですね、うん、まさに今木島はその自転車をあの頃からずっと漕ぎ続けてここまでやってきました。そしてそうして生きております。逆上です。まさに自転車操業ちょっとでっかい、でっかい自転車だったらまた違うんでしょうけどね、ちっちゃい自転車だから、あのミニチュアラビ用の3歳児用の三輪車みたいなちっちゃい車輪しかついてないから、乗るのも大変なんですよこの自転車。こいでもこいでも前に進まない、こいではいるんだよ、こいではこいではいるんだけどね、なかなか前に進まない、なかなか。その自転車を選んで乗ってこいでるのは他でもない木島自身なので、誰にも文句は言えないというか言いませんし、冗談じゃねえとも言いませんけど、ただその自転車になったら乗ったらそういう風になるよと分かっているのに、分かっているのにですよ、その自転車に乗れ、その自転車に乗れっていう人間、乗ったらやばいことになりそうだなっていうのが分かってない人に対して、気づいてない人に対して、いやこの自転車乗ったらいいよ、この自転車乗ったらいいよって、そうなったらそうなるって分かってるのに、この進める人間、こういう人間は好きじゃない、僕はそういう人間は好きじゃない、まあはっきり言って。何の話なんだ、確かに確かに何の話なんだということではありますけど、でも本当にそうなの。いや、あんたには乗れんから。いや、乗れるけど、乗っても大変だから。動画だから乗ってくれるなと。乗らん方がいいです。こっちで。いや、絶対乗った方がいいぞ。絶対乗った方がいい。お前にはぴったりだと。乗ったらいい人生が待ってるぞ。そうか。分かってるのに座って。やるこういう人間は僕は本当に嫌いだ、嫌いっていうか好きじゃない、いや嫌い、僕は自分で乗ってる、乗ったから乗ってるし今でもいいけど、で案の定やっぱその自転車乗り切らんから、まあ止めきれない僕が悪かったっていうのもそれもちろんありますよ。そうなんだな。乗り切れなくてよかった。
でいいこといいから絶対乗った方がいいっつってやっぱ乗れんかったら、いやそれ自分の責任だと、そうなるんですよ、冗談じゃないよと。何の話ですか。乗れなかった本人の責任だろうと。いやいやいや、いやもう分かってた。そんな言い方ないだろうと。僕はいいんだよ。いや、俺がいっぱいだったな。やっぱ酔っ払うんじゃないこれ。そんな気がするよ。体を思うオールフリーとノンアルコールアサヒドライゼロ唐揚げの弁当とちくわチーズ入ってるやつ、今日もとても美味しかったです。ごちそうさまでした。頑張っちゃった。